はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。もうすぐ11時ですね。6月は26日の月曜日でございまして、マーケット今日は忙しいんですよ。プラス23 また戻されてる。ドル円もね、財務官の発言があって落ち着いてるんですか。 143.53 というところですね。その他原油が 69.50 ですね。高く始まったみたいですけどね。はい。ドルウォンはですね、1302、このあたりでうにゃうにゃしたいという感じですね。どうでしょうかね。朝やっぱりいつも朝頑張るんですよね。どこかで尽きるんでしょうか。さて、話はアメリカでございまして、もう日本もね、アメリカもね、別に真似せんでええって言うんだけど、まあ、何をと言いますと、バカ息子でございますですね。バカ息子に足を引っ張られてるキッシャンとバイデン。あのね、いつも言うんですけど、キッシャンとバイデン、基本的によく構造が似てるんですよ。あの政治家としての構造。まず持って、自分の頭ではもの考えられへんというのは、まあ、もうこれが共通点なんですね。自分の頭でもの考えられへん。自分でビジョンを出せないというですね、共通点があります。で、面白くない。話が面白くない。だから、面白くないですね。で、さらにですね、バカ息子がいるって。そんなもんね、わざわざね、合わすことないんですけどね、いるんですよ、バカ息子はね。もう、日本のバカ息子のことについてはですね、皆さんよくニュースでご覧になった通り、翔太郎くんですね。今頃どうしてるんでしょうね、彼ね。私はね、もう地元でどぶいてって言うたんですけど、地元に行ってるんでしょうかね。ちょっとでも東京には居づらい気はしますけどね。いくらバカ息子でもね、地元に行ったらね、やっぱり大事にしてもらえるわけですよ。オラガ先生の、オラガ総理のですね、息子ですからね。別に、で、バカ息子と言うたところでですね、新までバカじゃないですからね、ちゃんと大学出てあるわけですし、大バカではないわけであって、で、ちゃんとお母ちゃんいるわけですからね、しっかりしたお母ちゃんが、地元にはですね。なんで、まあ、お母ちゃんが見張ってればですね、そうはアホなこともせんと思いますし、さすがにね、もう懲りたんちゃうんかなと、これで懲りてへんかったらアウトですよ。でもバカ息子がね、なんていうかな、すごい政治家になる頃にはもう私生きてませんからね、もうどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど。まあ、それは置いときまして、アメリカにもバカ息子がいるわけですね。産経新聞、これはですね、おととい24日の朝9時4時45分に出た記事。父が隣にいる。バイデン氏次男、ビジネス相手に恫喝か。ハンター君ね、はい、写真が出てます。なかなか男前ではないですか。バイデン米大統領の次男ハンター氏が外国企業から多額の報酬を得ていたとされる問題で、ハンター氏が2017年中国のビジネス相手に対して父親の後ろ盾をほのめかして恫喝する内容のメッセージを送っていたと見られることが分かり、バイデン氏が利益相反の可能性もある息子のビジネスに関与していたとの、疑念が強まっている。ハンター氏は今月、17年と18年に連邦所得税の納付をなまったなど3つの罪で有罪を認めることで検察側と同意。これにより捜査は終結に近づいたと見られていたが、野党共和党はバイデン氏が何らかの形で捜査に介入した疑いがあるとして追及の構えを崩していない。ですね、ちょっと飛ばしますね。新たな疑惑は下院歳入委員会が5月に行った内国歳入庁の調査担当職員への聞き取りで明らかになった。22日に公開された記録によると、同職員は20年夏頃、ハンター氏が17年7月に通信アプリ WhatsApp を使い、ビジネス関係にあった中国のファンド経営者に送ったとみられる文章データを入手。今父と一緒にいるが、なぜ合意が履行されていないのか知りたい。制御不能になる前に今すぐ解決したいと上司に伝えろ。隣にいる人と全ての知人と私の力を使って後悔させる。
父とここに座って電話を待っているとの内容は書かれていたという、あのね、まあ、それはまあそれでね、すごいなと思うんですけど、なんでそれが入手できたんということですね。WhatsApp 通信アプリの内容はなんで、内国歳入帳が持ってんのと。考えられる手段は、この内国歳入庁がですね、裁判所の許可を得てですね、まあ、あれですね、通信アプリ会社からですね、そのデータを入手したということですね。ということは、裁判所がですね、令状みたいなものを出したということです。ということは、疑わしいというふうに認めたということですね。ハンター氏の弁護人は23日、司法省の捜査対象となった機関のハンター氏は重度の薬物依存状態にあり、その言動には家族を含めて誰も関係していないと述べた。ほんまか、重度の薬物依存症状の時に中国とビジネスやってるのか、そんなやつをなんで中国が相手にすんねんと。それは親父が副大統領だからでしょ。それ以外考えられへんよ、ほんまに。ホワイトハウスはバイデン氏がハンター氏の外国企業とのビジネスについて同氏と話し合ったことはないとしており、ジャンピエール大統領報道官も23日の記者会見でそのことに変わりはないと述べた。嘘つけ。バイデンがね、副大統領の時にね、エアフォース2に乗ってね、息子連れてね、北京に行ってね、あんた。ね、ビジネスについて話し合ったことがない、嘘つけほんまに。なんで息子を連れてったんやと。まあそういうことでございますね。別に私はこう考える程度のことはアメリカ人は誰でも考えると思いますんで、そういう目でですね、バイデン氏を見ているわけですよね。もうこのバイデンっていうバカ息子はですね、お父ちゃんの意向をですね、利用して、ビジネスを やっていたということは、もうそんなどう考えても明らかやん。そうでしょ。でもなんていうか、アメリカという国はね、現職大統領の犯罪を暴くのはあんまり熱心ではないんですよね。過去に苦い思い出があるわけですよ、ウォーターゲート事件という、あれは現在進行形で やらかしたんでね、ニクソンが。まあしゃあないところなんですけど、まあこれは過去のね、過去の罪でしょう。17年と言いますから、今から6年前ですね。オバマ政権、あ、もう終わってるんちゃうの、オバマ政権。でも、じゃあ、元副大統領ということで、ですね、あれでしたんでしょうかね、利用したんでしょうかね。まあ、それにしてもね、中国とかウクライナなんですよ、筋が悪い。皆さん、ウクライナって今、かわいそうな国と思ってるでしょ。いや、かわいそうはかわいそうですよ、攻められて、あんなエレメンにおって、たくさんの人死んで。でも、それ、以前のウクライナってね、ものすごい腐敗した国だったんですよ。で、その時に、バイデン君もですね、ハンターと一緒に行ってですね、ビジネスをまとめてるわけですよ。それは、彼が現職の大統領の時です。それも明らかになってるんですね。だからね、バイデンみたいな人ってね、パンダハガであり、ウクライナと癒着した人であってですね、本来大統領にするにはふさわしくないんですよね。なぜかなってしまっているというところがなんか変やんと、私には思いますけどね。この息子のハンターもね、あれですし、で、せめてね、だからね、次のね、大統領選挙にはですね、もうね、降りてえなって言うんですよ、お前。本人出るって言ってますけど、最近あれでしょ、もうろくして失言が多くなってるでしょ。そんな人がね、こう世界の王と言ってもいいですね、大統領の、アメリカの大統領の地位にあるというのはですね、明らかおかしいですよ。で、いつも言ってます通り、アメリカっていうのは日本のボスなわけですよ。だから日本人のボスは岸田さんですけども、日本人の大ボスはね、バイデンなんですよ。これはもう事実上にバイデンなわけです。ね、大ボスがね、あんなね、ボケ老人だったらね、頼んないやん、そんな。もうちゃんとやってくれるのって。しかもパンダハガーでしょ、中国に甘いでしょ。だってやっぱしね、もうちょっとまともな人、
もうちょっとまともな人に我々の大ボスになってほしいなという気はしますね。もうこんなんなんかな、まあ、あの日本の記者がねバカ息子を可愛がっててもね、まあ、しゃあないかと思うんですけど、アメリカの大統領がバカ息子を可愛がんないよと、まあ同じ人間やからしゃあないって言われたらそうなんですけど、でもそんなやつ選ぶなよほんまにと。あのね、バイデンかトランプやったら私はこれくらいの差でトランプの方が回しちゃったと思うんですよ、いつもむちゃくちゃですけどね、だからこれくらいの差しかないですよ。なんでもっとしっかりした候補が出てきえへんやといつも思います、この産経新聞のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。